で、まあ、本当にまあ、オンエア見てもらってない人もいると思いますから、言うとだから、まあ、単純にな、まあ、得意ところにも全然言ってなかったんだけど、はいはい、今年の3月か4月ぐらいかなから本当にライブやろうと思ってて、もう正直吉村とか秋山さんとかとやってるコント、イルネス軍団のやつじゃなくて、はいはい、もう山本と2人でライブをやろうっていうのを去年、まあ、今年だね、今年の1月ぐらいにやっぱ思い立って10年かと思ったんで、で周りにいるスタッフとか世話になってる人にいろいろ話して、でちょっと本当動き出してて、はい、俺一人 で、はい、でどこまでできるんだろうって、で俺は吉本興業として吉本興業のタレントっていうか芸人なわけでしょ、うん、で山本今フリーでやってるから、うん、それはどういう風にしたら合わせれるんだっていう、うん、どこを着地できるのかちゃんとっていうのをやってて、でなんとかうまいこと形になりそうだっていう、でまあライブのじゃあどこでやるっていうのって、その全国のライブとかいろいろ当たったりして、まあ当たったりしてもらってね、はい、やってる時にめっちゃイケの片岡飛鳥、まあ、飛鳥さんからね、はい、これめっちゃイケでやるぞっていうのを、うん、こう言われて、ってなったのね。そしたら俺ん家にナインティナインが現れるっていうとこからだったのね、今日のあれは。うん、それはまあそれは言われてたの、事前にだからやるぞっていう、ただやるぞっていうのは、ってマジっすかっていうので、それはいつか俺も分からなかったんだけど、ドンってきて。で飛鳥さんでもめちゃイケに直接今関わってるわけじゃないじゃないですか。それも今関わってるよ。あ、うん、もうそうなんですか。うん、今また戻ってきて飛鳥さんが、うん、やってくれるっていうんで、でそれでまあ今日のまあロケ何日間かやって、相当な、うん、はい、